じゃあ、まず今日、インタビューさせていただきます。宇藤真帆さんです。宇藤真帆です。よろしくお願いします。僕の印象で言うと、もうあのテイラー・スウィフトだったり、はい、あとシルク・ド・ソレイユをやられてたっていうのですごくこう印象には残ってるんですけど、はいはいはい、そうですね、結構初期の最近はどのような活躍をされてるんですか？最近はその、だと最近、テイラーはテイラーやって、あとクリス・ブラウンとか、あとスーパーボールのジャスティン・ティンバレイクのハーフタイムショー踊ったりとか、あと最近だと少しずつ振り付けとかも関わったりしてますね。なんかそう、こういう感じでもう世界を股にかけるというか、もう世界で超有名な、アーティストの、バックダンスやったりいろんな振り付けやってる宇藤さんなんですけど、今こんだけすごくても、いわゆるダンス始めた時っていうのは多分今のみんなと、あんまり変わらないという一生の部分だったと思うので、いわゆる今日ちょっとインタビューしたいのは、いわゆるそこから今ここまでこうすごい活躍をされているきっかけだったりとか、そういったのを僕の方でちょっとずつ聞いていったりとかもするんですけど、やっぱりみんなの方から最後の方は直接聞いていただいて、いろいろなことを今日学んでいってほしいかなと思います。じゃあまず真帆くんって何歳の時にダンス始めたんですか？ダンス始めたの12歳です。でも当時で言うと12歳にダンス始めるって結構珍しい方ですよね。そうですね、今ほどそのキッズとかがまだ盛んじゃなかったんで、出たとか12歳だ、そうですね、早かったのかもしれないです。周りにあんまやってる子がいたかもしれない。真帆くんって今神戸ですけど、関西ですよね？はい、大阪です。大阪ですよね、はい。じゃあ大阪のいわゆる街中じゃないけど、そういうダンススクールみたいなのってますか？はい、一番最初きっかけは12歳の時にジャニーズ事務所に入りまして、おお、なんとなくわかるみたいな、突っ込んで大丈夫だからねすがりすぎて34ですから、ね、そうで、ジャニーズ事務所に入ったのがきっかけで、その踊りっていうか、そのエンターテインメントの世界にしてやって、でそれでダンスを習い始めたって感じ。でもそこからダンスやって、で多分ですね、どこかで退社されて、はい、ダンスにのめり込んでったみたいな感じで、ね、そうですね。普通にそのダンサーとしては、これいろんな人に聞いてるんですけど、一番最初何でお金稼いだんですか？ジャニーズです。あ、いや、そう、最初の後、あとはもう向こうに行って、もう最初はもう本当にそれこそ、知り合いのなんかあんまこう新人アーティストの子のなんかミュージックビデオみたいなこう自主制作で撮るからみたいな感じで頼まれたのをやって、ちょっとこうお立ち程度にもらったみたいなのが、お金という意味ではお金なんですけど、プロとしてだと一番最初向こうでプロとしてやった仕事がマドンナのツアー。最初マドンナってちょっとよくわかんないよね今後いろんなオーディション受けてると思うんですけど、はい、そのオーディションのいわゆる向こうのオーディションのスタンダードって、いわゆる振り付け師がいていっぱい踊ってて、どんどん絞られていくみたいな感じなんですか？そうですね、そう流れで言うと、まず最初に、バーッとサインアップみたいなのしていって、で人数があまりにも多いときは、まずオーディション、今言ったクローズドオーディションっていう、そのインバイトオンリーの、はいはいはい、インバイトオンリーって全部英語やけど招待されていくオーディションもあるんですけど、オープンコールって言って、そのみんなが行ける、もう誰でも行っていいオーディションとかの人数が多いので、タイプキャストって言って、最初にバーって全員並ばされて、そのディレクターとか振付師の人が一人ずつ見ていって、こうなんとなくその仕事のイメージに合う合わないだけでも見た目だけで残って、はい、ありがとう、残ってありがとうみたいなんで、ザックザック切ってくる。あ、見た目だけでも切られるんですかそう、ディレクターさんが思い描いてる世界観に合わない、例えば背低い人がいいとか、そうそうそう、背高い人がいいとかあります。そういうのでもそうで、どんどんこう、はい、切られていって、そうですね、でイメージがに残った中で、飛んで踊りがどれぐらい踊れるかとか、はいはい、そういう感じ。真帆くんって元々あれですよね、一番最初ニューヨークに行って、はい、最近はロスですよね、そうですね、2012年から LA の拠点。それってなんか僕よくロスとニューヨークを、はい、例えで東京と大阪って言うんですよ。はいはい、俺も言いますそうです、そうです。でもなんかそので、東京だと結構そのダンスのシーンだとなんかこ大阪とかって結構そのオールドスクールじゃないですけど、はいはいはい、それでいわゆる東京はやっぱメディアの仕事が大阪に関してすごいあるから、すごいヒップホップでもクリアなヒップホップがあるっていうイメージがあるんですけど、はい、ロスとニューヨークって
なんか違いってあるんですか？そうですね、もう完全にその例えで言うとニューヨークが大阪で LA が東京っていうイメージです、まあ、西と東は逆なんですけど、ニューヨークがそのヒップホップ発祥の地で、そのブレイキンがブロンクスから生まれたりとか、ブルックリンからそのエリートフォースとかが出てきたりとかで、やっぱそのカルチャーとか歴史とか文化の部分ではニューヨークの方がヒップホップカルチャーっていうのは根強くて、でダンスのことで言うとブロードウェイとかシアターはニューヨークの方が強いんだけど、やっぱりそのミュージックビデオとかアーティストの仕事っていうのはやっぱハリウッドのスタジオが多い LA の方に集中してるんですよ、敷地が広い。ってことはこう、真帆君って、まあ、ニューヨーク行って、はい、アーティストをマドンナさんのやつやるようになって、でいろんなところをこうブロックだったり契約して、そういうのがあってニューヨークからロスに移動したんですか？はい、そうです。もともと俺あのバックダンサーになりたかったわけじゃなくて、ただ本当にもうダンスを追求したくて、もうそれで食っていくとかそれで仕事にしようとかじゃなくて、もうただダンスを上手くなりたくて、それでニューヨークに行って、だからもうニューヨークではもうほとんどそういうクリーン系なヒップホップというよりかは、もうあのブライアン・グリーっていう人が師匠なんですけど、もうハウスやったりヒップホップやったりポッピンやったりって、もうフリースタイルとかバトルとかの方に結構フォーカス向いてて、だからそれであのジャストデブとかそういうのバトルばっかり行ってて、でそのひょんなことからアニメーションとかこうやってたので、そのマドンナのハマスの声がかかって、でそのマドンナの仕事をした時に、もともとジャニーズでそのステージに立って振り付けとかやってたんで、そのステージの感覚っていうのをもう一回再認識というか、やっぱこれすごい素敵だなと思って仕事として、でだからこういうのがやっぱもうちょっと、ね、ダンス練習だけしててもなんか形にしていかないときはっていうので、こう振り付けとかもうちょっとステージとかツアーをもうちょっとやってみようで、マドンナをやってからもうちょっとそのバックダンサーとかそっちコレオよりの方にちょっとシフトチェンジして、はいはい、していったってことですね。そうですね。真帆君高校卒業して僕行ったじゃないですか。本当に英語喋れたんですか？全然ないですあの高3の最後の期末テストあるじゃないですか、最後の卒業直前のやつで4点だったんですか、はいはい、英語が英語しかもそれがあのアイウエオの選択問題でいいって書いてたまたま当たった4点なんで、アルファベット書かずに4点と実質0点ぐらいで、でもそう言って2年でマドンナのワールドツアーって、はい、やっぱみんなそうなんですか？結構ね、多分ちょっとあの今思うとあの無知だなというか、こう恐ろしいようなことしてるけど、それぐらいの多分ね、なんか思い切りというか、ちょっとバカなのかなあいつみたいなぐらいの思い切りが良かったのかと思います。あの英語がわかんないからって言ってた、留学とかちょっとこう足踏みしてる子がいたら本当に大丈夫、あの4点よりかはマシやと思うんですけど、行って俺本当にもうマックとかで飲み物聞かれてケチャップって言ってとかするぐらいのレベルやったけど、この通りだから多分大丈夫です。やっぱその環境にね飛び込んじゃうとなんかですよね、やるようになっていくんで、ミーシャ・ガブリエル、はい、と YouTube で結構コラボ作品そうですね上がってるじゃないですか、はい、それこそあのハートブレイカーもそうだし、僕一番初めて知った時ってハートブレイカーだったんですけど、あ、そうなんですか。ハートブレイカーってあの有働真帆で YouTube で調べてれば出てくるんだけど、めちゃくちゃかっこいいからちょっと見てほしいんですけど、見てください、ね、ぜひ。ミーシャとの作品結構いろいろ作られてるじゃないですか、はい、どうやって作るんですか？なんかこっからのハート俺ねとか、こっから真帆ねみたいな、そういうやりたいんですか？ミーシャと作る時は結構もう同時進行で2人で曲選んで、なんかこう想像力がかき立てられるような曲を選んで、でこういうイメージだよねみたいな、こうイメージをこう共有して、はい、曲聴きながらなんか動いて、こういうのはみたいな、あいいねみたいな、でそのまんまそこからこっちに行く、こっちに行くみたいな、あそっちかなみたいな感じで、本当にこう一個一個セパレートでやるっていうか、セクションというよりかはもう一緒にやってて、なんかフィーリングしながらやってって、うん、やるってことですか、うん、で結構役割的には結構俺が動き出してミーシャがこんな全体の流れを見てる、ちょっとディレクターとまあ振り付けみたいな感じもあるんですけど、えミーシャとやって、僕そのハートブレイクがすごい好きなんですけど、はい、あの逆に真帆くんの中でこう YouTube に載ってて、はい、これベストっていうのって何なんですか？いやハートブレイクでしょ、やっぱりハートブレイク、ハートブレイクすごいです。絶対見てね、あのマイケルですよね、はい、マイケル、マイケルのハートブレイクっていう曲、あのミレニアムかな、赤い壁のところのスタジオでやってるんですけど、それはもうすごい反響も良かったですね、載せた多分プラスビデオだったんですけど、いろんなとこからコメントが来たりとかして、であとまあペンタトニックスがその次かなと思います。あでもそういうふうに、でもやっぱ日本のこうダンサーの人とかだと、たまに作品をインスタとかに載せて、はい、
あのインスタでこう仕事をもらうって、はい、今なんで結構普通になってきてるんですけど、うん、やっぱ真帆くんとかもなんかこうそれこそ多分その K-POP だったり韓国だったり日本だったり多分それ以外の国の人からなんかそういうダイレクトでメッセージとか、そうですね、たまに来ます。やっぱりインスタとかで急に来るんですか？インスタとかで急に来たりとか、こうなんか誰々にフォローされましたって見たら、どっかのそのディレクターだったりとか、そのあの映像の監督のクリエイターだったりとか、そういうので結構だから知らん間に結構見られてるし、いろんなネットワークつながってるのかな。でしかもダンサーの業界でもあの応募者の振付師の人とかから、あのこのダンスクラスビデオに映ってるこの何色の T シャツ着てる子誰かわかるみたいな感じで、こう俺らとかに話が来て、こっちのネットワークで誰々だよって言ったらその子のページを送ってみたいな感じで、もうインスタのアカウントが結構 レジュメっていうか、あの履歴書みたいな感じになって、自分の知らんところでこうやり取りされてると。それじゃ まあ日本も海外も変わんない、変わんないですね、今そこら辺の使い方としては。で結構僕もその振付師に若い子をちょっと使いたいみたいな話をもらった時に、知り合いのそれこそケンスケとか、はい、あの辺のこうビデオを見て、あの子誰とか、そういうことです。もう変わらない、もうそれが変な話、僕らの場合は日本国内っていう限られたことだけど、いわゆるそのアメリカとかになってくると、はい、いわゆるもう世界中からってことですね。そう、そうですね。そう、まあ、その仕事にもよりますね。急遽だと、もう今 LA にいる人とかで、なんか大きいプロジェクトだと世界でみたいな。ああ。